「157藤原氏の氏神の由来」「その鎌足のおとど生まれたまえるは日立の国なればかしこに鹿島というところに氏の御神をすましめたて祭りたまいてその御をより今に至るまで新しき帝・妃崎・おとどたち玉を織りは御手蔵の使い 必ず立つ。帝、奈良におわしましし時に、鹿島、東士とて、山との国、三笠山に振り立て祭りて、春日明神と名付け立て祭りて、今に、東士の恩氏神にて、公や男、女使い、立てさせたまい。貴彩の宮氏のおとど、九行、皆、この明神につこう祭りたまいて、 きさらぎ、しもつき、かみのさるのひ、おんまつりにてなん、さまざまの使いたち、ののしる。みかど、この京に、うつらしめたまいては、また近く、ふりたてまつりて、おおはらのと申す。きさらぎの,初の、はつうのひ、しもつきの、はつねのひとさだめて、としに、二度のおんまつりあり。また同じく、 公家の使い立つ。当主の殿原、皆、この御神に、御手倉、遠面、盾祭りたもう。直し近く取って、また振り立て祭りて、吉田と申しておわしますめり。この、吉田の名人は、山陰の中納言の振り立て祭りたまえるぞかし。御祭りの日。 下の根下月下の猿の人を定めて我が御象に帝喜妻の宮、立ちたもう者ならば公祭りになさんと誓い盾祭り賜れば一条院の恩時より公祭りには成りたるなり」。